あとは来たんですかね。あ、ホテルの部屋に勝手に入ろうとした、ね、これも犯罪じゃないですか。そう、これはね、うん、あのね、本当にね、うん、大阪のね、うん、リッツカールトンさん、うん、リッツカールトンにいつも泊まってるんですけど、はいはい、もうそうそう言わん方がいいっすよ。あ、もうバレてるからいいよ。バレてんねや。バレてるから来たんだもん。ね、ほうほう。で、あ、いつもありがとうございますみたいな、うん、リッツカールトンさんと僕はきっといい今関係なんですよ。あ、もう いいあのなんてウィンウィンの関係、はいはいはい。で、うん、それが、うん、なんか僕がどっか出かけてる時に、うん、TS の女なんだけどとか言って、はあ、フロントに行って先入っとけって言われたから鍵開けてもらっていいですかみたいなこと言ってる女3人組がいて、ああ、で、いや、その本人から連絡をもらったら、開けられるけど、ああ、そんな通せませんみたいな、ああ、いや本人携帯なくしちゃってみたいな、ああ、と思って、ああ、で、なんかそれでもちょっと開けられませんみたいな感じで、うん、リッツカールトンさんは断ってくれたのね。おうおうおう。でもね、よく考えて、それ帰って、うん、俺リッツの人に言われて、うん、それってファンじゃないよねと思って、はいはいはい、絶対違うじゃん、はいはいはい、ムスッとなんだよ。え、絶対こういうのとかね、あ、この何千万円分とか置いてある、はいはいはい、パクろうとしてるんですよ。めっちゃ怖いっすよ。ね、ファンの方がまだそう、いや、ファンは愛があるからね、はい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 、まあ、さ、ただの泥棒だったな。めちゃくちゃ怖いっすね、それ。それで、本当ありがとうございますって言って、うん、めっちゃ仲良くなったんですか。ホテルの従業員がこんなことをっていう映像もあると。あ、ホテルの従業員が、ちょっとこれ映像がある。これ面白いと思う、はい、もしもし、あ、すいません、どうしました。なんですか。サイン。あ、ホテルの従業員の方がルームサービス、サインでございます。逆ルームサービス。これリッツカールトン持ってこい、持ってこい。ではない。違うところなんか。淡路島の。淡路島のホテルで働いてる人です。そう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 。翼さん何してるんですか。早く飲みましょうよ。何やってんすか。逆ルームサービス。あれ後ろにいるのあれですか。そうそう、女の子たちがいて、なんかホテル入ったら、うん、もうなんかみんなが、うん、あ。みんな顔してて、はいはいはい、あ、まあ写真ぐらいかなと思って、うんうん、そしたら初めて部屋に電話かかってきて、はい、サインすごくない、はい、自分の部屋に電話かかってきてサインもらえますかって言ってるんですけどって後輩に言われて俺もなんか、はい、でもなんかもうハッピーな気持ちになって、あの、まあね、やっぱね、淡路島 の、 なんか田舎の可愛らしい子が別にその悪いことだとも思わず来たから、もう欲しいと思ったその純粋な気持ちで来たから、じゃあもう書くよって言って、あ、それを書いてあげて。そう、はぁ、すごい、淡路島の従業員が TA さんのファンなんすね。すごいホテルっすよ、それ。本当なんか不思議だね。普通のホテルっすよね。普通、めちゃくちゃいいホテルだわ。不思議だなホテルっすよ。こんなとこにも書くっていう、書いたことがあるっていう。え、もう全ど体いろんな、ケツでもおっぱいでも、え、顔とかもあるし、顔いろんななんかね、よくね、この鎖骨のここら辺とかに、ほう、ここら辺とかに、ほう、こう、あ、俺が入ってるからか、そうか、あ、ここに書いててやたら言われるよ。あ、はあ、はあ、TS、 そこに TS って入ってるんですね。それ入ってて、ここに TS って入ってて、ここになんかよく書いて、ここら辺に書いてくれって言われて、書いたら、普通入れちゃうの、そのまま消さないで。うわー、下書きや。そう、下書きそのまま堀市んとこ行くん、多分これで次見せてくんの、こうやって入れました。あ、それはもう最高の下書きじゃないですか。だってそれってだって本人書いてるもんね。まあそうっすよね。それだって入れ墨にするか、なんかもうなんていうんですか、ニスみたいな塗って一生剥げないようにするか、どっちかでしょ。だってそれはね。で、おっぱいにも書いたことある。おっぱいも書いたこと、おっぱいなんてもしょっちゅう書いて。おっぱいのどこら辺ですか、それは。でもそれは乳首ギリ上から谷間入り口まで。もうそれは皆さんの書きやすいか書きにくいかどうかだけ教えてもらっていいですか。あ、ね、ライブの時だから、うん、汗がね、あ、みんなそう出ないんだよ。でもおっぱいも書いて、うんうん、10人ぐらいはそのままタトゥー入れたの俺見たことある、うん、おっぱいに、おっぱい TS さんのサインをタトゥーに。さあ続いての噂は、ステージのセットが放送禁止らしいという。それを、ステージのセットがやべえんすか、うん、放送禁止、ご神体が
ご神体が流せるんですか、これは。流せるよ、映像があると。はい、じゃあ映像お願いします。セット、いや、いやこれ流してんのほんまに。え、 LINE さんをだいぶ攻めてますよこれ。大丈夫これ。何してんねんこれ。カネさん来てるからね。いや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 、あれね、じゃあ、はい、じゃああれはなんすか、あれ本当に川崎のなんとか神社っていうところの御神体なの、本当に。あ、実在する。そう、それをお借りしてきて、でなんかまあどうしたいですかって言われて、まあとりあえずでかい置きたいみたいなこと言ったら、なんかあれがあれが舞台監督が置いてて、ほんま。そうで、俳優、あのおじいさんの俳優さんをちょっと雇ってこうちょっとこのタイミングでこういう風にあの白いやつ振ってくださいとか言っていて、神主さんが振りまくるみたいな。神主さんはガチの人？神主さん、俳優さん。神主さんは俳優さん。まあそうっすよね。ガチ神主来たらやばいでしょ。すげえな。あれはじゃあ本当にど川崎のどっか行ったら見れるってことですか？そうそうそう。あ、今も全然川崎にあるってことですか？そう。てかね、全国に、俺この間その行島行った時も、うん、いっぱいあるんだよこれ、全国に の, あの形してる御神体って。ほうほうほう。テレビであんま流されへんだけで結構全国にあるってこと？めちゃくちゃある。はい、あ、そうなんすね。そう、だ、意外とは神社にはポピュラー、うんなんだなと。それを借りてくる必要はないんですよ別に。でもあれ作るの、作っても1回しか使わないじゃん。まあ、あんなでかい作ってさ、なんか何十万かかけて作ってセットでね。どうするこの。まあね、で作ったら流されへんしね。あれ実在するからまた流せる。そうそう、神様、御神体だからね。はい、うんうん、そうっすね、すごいな。じゃあ、あそこで使ったやつはどっかでじゃ見れるというか、そう、ある意味聖地巡礼できるってことや。そうそう、川崎のどっかの神社に。はあ、自分の歌を歌わない。これはもういよいよ、なんすか、それもういよいよっすよ。その品定めとかよりもやばいっすよ。ライブ来て自分のちゃんとした理由があるから。ほう、これも映像がある、うんうん、はい。自分歌ってないな。いいですよ。めちゃめちゃ休憩してるやん。いやいや、歌ってないですね。全然歌ってないですね。あれさ、今さ、途中でさ、うん、俺これ飲んでたの見た？はいはい、見ました見ました。見たでしょ、はい、あのね、俺ね、うん、ソロだから、うん、グループじゃないんですよ、うんうんうん、いやいや、あのね、相方さんいるじゃん。いや違う違う違う、相方さんが喋ってる時って自分喋らないじゃん。いや違う違う違う、ネタ中飲みも飲むやつなんかいないんですよ。芸人でもその相方が喋ってる間とはいえ、違う違う、今もうこうやって飲んでるじゃん、うんうん、これね、うん、テレビとかでも大体飲んで出てるの。ライブなんかもうリハから飲んでる。あ、酒をってことですか？そうそう、おうおうおう、だから酒を飲むのはもう当たり前で、でも、うん、曲がこうバン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 いって一人だから、うんうん、ちょっとしかないわけ感想、うん、お酒を飲む時がもうないわけよ。いやいやいや、曲と曲の間はまだちょっとあるでしょ。そらだってこれだって曲中っすもん。だってでも曲と曲の間って次の曲の間のこう説明をしたり、例えば一回俺がはけてなんかダンサーさんがなんかやってるとか、なんかその間俺は着替えてるとか何かやってるわけ。でも本当に俺がなんか心からわーってこう飲める時は曲中しかないの。喋らなきゃいけない、何しなきゃいけないみたいなのがない曲中。だからああいうなんかみんながうわーって歌いたいようだろうなっていう歌は歌ってもらって、その間にアルコールを補給しないと補給する間がないから。だから TA さんの水分補給をファンが繋いでるんですね。そうそうそう、ファンみんなで繋ごうっていうこと。でもね、それはね、払った分より楽しいと思うんですよ。だって好きな歌合唱できて、ギブアンドテイクなんですよ。あ、まあまあね、あれはあれで楽しい。そうそう、これやってんの俺あなたと長渕ぐらいしか見たい。長渕さんって飲んでた酒、長渕さんはあなたより多く歌わせてました。その長く、あの人はあれでしょ、そのみんなが歌ってるのを聞くみたいな感じで。なんかそうですね、はい、俺はね聞くとかどうでも俺が飲んでる間歌っといてくれっていうことですか。
さあということでいろいろ言ってきましたけども、9月からツアーがありますと、はい、TS さん、はい、ね、TS フォースツアー、2021というツアーが、うん、ありまして、はい、9月3日ゼップ名古屋、9月5日ゼップダイバーシティ、まあ、東京ですね、はい、9月11日ゼップ、福岡、9月12日ゼップ大阪ベイサイドということで、名古屋、東京、福岡、大阪と回るということで、これはどういった内容ですか、うん、あ、タイトルが、口パクでもいいですかダメですよ何言ってるんですか俺ね、これね、はい、金かけて作ってるのが今、うん、口パクこうボタンがあって、うん、ベーンと押すと、うん、後ろに超でかい LED があるの、うん、そこにただいま口パク中ってブーンって流れてサイレンが回って俺歌ってなくても、うん、俺が歌ってる俺の声が流れるようにね、今システムを作ってて、はいはい、それをボタンをバーンって押すといよいよやばいっすよ。だからさっきのやつはさ、うん、歌えって言って、はい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 、お客さんに歌わせる最中に飲んでんだよね。でもね、今コロナの最中だから歌わせらんないの、うん、だからもう俺は口パクしてんぞって言ってもうかけて、俺の歌が勝手に流れて、うんうん、こう飲んでるみたいな時間を設けないとやってらんねえよ2時間も2時間押しっぱなしはないっすね、さすがにそれはやばいね、さすがにないっすよねそれはねまあだから内容的にはまあどこ言える範囲でそういったこととかどういう感じですか、うん、内容、あとはそのあとはね、うん、そんなにね、ただちょっとシークレットの部分もいや、うん、大した深いことは考えてない。あ、そうなんですか。そういうなんか盆踊りやったりとか、あ、浴衣の女の子をこうわーって脱がしたりとか、うん、まあなんかそうエッチなことが起きる。でもえエッチなことっていうか、そのエッチななんか女の子の谷間にこう牛乳みたいなのかけたりとか、はい、そんなのよくこうライブでやってて、うん、そういうなんかエッチなことはエッチっぽいなみたいなことは起きる。さっきみたいなこう品定めタイムもあるわけです。当たり前じゃ、だからさっきのそれのためにやってんだから。これほんま空いてたら俺見に行こう、マジで来てよ、うん、はいはいはいとか言って当てれんかった子、俺一回トントンってやっていいですか。俺ね、こうやってね袖にね森田くんいたらね、うん、今ねあのね森田くんいるんだけど、森田くんと今日行ける人って俺がこう選ぶわいいですよ、いいですあ、君ねっつって俺それで行けたら、こっから絶対一緒に帰ってねすんごいブスでも一緒に帰ってね、わかりますか、それで行けたら俺こっからあなたのこと兄貴って呼びますからすごい、まあそれもあるということですね。現在チケットが一般発売中ということで、詳しくは TS さんのホームページを、ご覧くださいということで、はい、ですね、あ、これ次もうライブでしょ。はいはいはい、俺ちょっと森田君、はい、やっ喋っててほしいんだよね。はい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 、おしっこしたい、あ、おしっこしたいおしっこしたくなって口パクでおしっこしますねこれで、ね、はい、ありがとうございます。ベロベロじゃねえお前おしっこ行って帰ってきて、あげく歌入るとこ間違ってましたよね合ってたわ全部合ってたわということでありがとうございます。スタックスティーンさんとシーマさんにもここから加わっていただきまして、お願いします。本当にこれはラインライブなんですか。本当スラム街のケーブルテレビじゃないですか。そういうことよ。すごい NHK、 3P4P 言うと NHK で無理ですよ。 3P4P はもうずっと今話してて、それをただ歌詞にしただけ、歌詞にしただけだと。ですね、まあその新曲のミュージックビデオが絶賛公開中だということですけども、出てる女の子たちの肌の露出がやばすぎて規制に引っかかりまくってるという噂が。 TikTok にそう上げられない。え、 TikTok に上げられない。あ、マジっすか。そう、消されちゃうの TikTok がラタイって出てくるの。なんでかラタイ、ラタイとあと性的行為そうそうそう、何もしてねえわと思って。これはちなみに今日見れたりするんですか。これちょっとだけでもね見ていただきたいということで、見れますか。あ、じゃあお願いします。ミュージックビデオ見たらバリやっちゃおうぜ、ムラムラしちゃうような女の子たち誘って、別にアルマンドじゃなくてもいい、やっぱ楽しんでるそれでいい、あのビデオみたいに、あのビデオみたいにいやいいっすね、中学生に戻れますね、なんか気分がなんか絶対男の子見たいじゃんね。あれちょっとほんましっかり拡大したら
ちょっとは毛見えてると思う。家のさテレビでさ帰った家のテレビで YouTube で見てよ、はい、あのこのビデオっていうところでその見てよ、ほんと毛とかが出てないから。 いや、いいですよねこれは。これいいっすね。なんかこう思春期思い出させてくれるというか、うん、あの頃これでもねガッてなってましたから。だから、うん、あの、うん、シンバが、うん、あのビデオみたいにサビで言ってるのは、その俺らが昔見てた、うん、アメリカのその当時のミュージックビデオ、ケツとか振りまくって、うんうん、超水着の女の子が出てきて、うわ最高じゃんこれ、うん、みたいなのを作りたいなと。これ撮影現場どんな感じやったんですか。お二方もね今出てましたけど。今映ってたの俺の車なんですよ、はい、ほうで前日洗車して、うん、あの撮影があって二十何人ぐらい女の子がまとわりついてたんですよね。翌日洗車行ったんだ、うんつけまついてたからね。やばくて上に見込んでなかった。いやもうわかんねえそんな。なんか人の油がすごい。ゲレンデだから、うん、なんかなるべく乗せちまえみたいな、うん、女の子乗せて、うん、なんかシンバのも稲葉の物置みたいな感じで、うん、やつ100人乗っても大丈夫ね。上ねちょっとペコってなってほしいなと思ってさ。ふざけんな、人の車だからできるんでしょ。俺帰りシンバ君の車で送ってもらったじゃないですか、うん、フロントガラスが心霊現象みたいなの、そうそうそう手の跡がやべえんだ。怖い。そういうの取って送ってよ。あのみんなあの日焼け止めとかねオイルとか塗ってるからすごいオイリーですごいなんかいろいろついてます。掃除も大変っすよね。だから洗車が全然落ちないっす。このミュージックビデオはですねこうどんだけやばいか気になる方は TSR の YouTube チャンネルで見れるということなので、見ていただきたいなと思います。そしてですね今日から前回のツアーで披露した12センチの肩のライブ映像が配信されたので、各サイトでご覧くださいということですね。あと、明日から TS のエロ神クズオに代わる新しいニックネームを大募集すると。これ変えるんですねニックネーム。変えないよ。え変えないよ。エロ神クズオみたいな、うん、なんか似合うニックネームを募集して、うん、なんかエロ神クズオに、うんなんか並ぶようなものがあったら曲のあの頭のタグ付けであのエロガミクズワッとか言ってるやつをなるほどね。あそれエロガミコナワみたいな感じでやるとかね。一般公募でね。そう一般公募をして、はいツイッターで TS さんの、ツイッターフォロー&リツイートで新しいニックネームをどんどん送ってくださいということですね。その中でこれはというニックネームを考えてくれた方には金一封もあると。金一封そうなんだ、はい、俺あんまり分かってないから。金一封が嫌ならおしっことかでもいいです。全然それは体張ってんな。ということで皆さんどんどんあの送ってくださいということですね。はいということで、あのこれやばいよね、はい、時間がもうやばいってこと。やばいもう大暴してんすよね。大暴してる、はいはい、あのねあれ その9月の、はい、なんだっけ、うん、やばい、うん、5日と、はいはいはい、5日あの、うん、さっきの ZEP ツアーの5の東京公演と、うんうんうん、12の最後ツアーファイナルの大阪公演は、はい彼らも、うんスタックスも、はい、シンバも、はい、あとスタックスはクリームっていうグループやってクリームの南ちゃんもだから要はクリームとシンバは一緒に出てくれるんで、はいはいまあ、悪ふざけみたいなのはあると思う。全然出たくないです。だってさ、はい、ビデオの時絶対ステージからダーン落とすしやるやるしょ。骨折だから前席に骨折でしょ。シンバ君最後こう客席の上でこうだから持ち上げられながらくれぐれもその日はゲレンデで来ない方がいいですよ。そうですよね、 そうですよね。みんなぐっちゃぐちゃに触るっしょ。ね、入り口のエントランスにあのゲレンデ止めとこよ。バカじゃねえ。好きにしてください。バカ皆さんに付け間をつけていくっていうね。はい、ということでエンディングでございます。LINE ライブそろそろ終わりですけどもテイさんどうでしたか今日は。わかんないけど、はい、なんかまあ楽しい。なんかわかんなかったですけどエロくて楽しい時間でしたね、うん、でもなんかみんな1時間 あの、はい、でもねみんなこう、うん、あのさっきいろんな、うんおしっこくれとかパンツくれとかなんかいろいろやってくるやつらもその俺めちゃくちゃ嫌だと思ってるわけじゃないから、はい、可愛いなと思ってるから、まあ、そのプロレスというかノリでっていうのもあると そんなこともやってくれて、うんうんうん、あ俺もたまに元気出たり、うん、そういうアホなファン見て、うん、助かってるんで、はい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 、それを
死ねこれーとは思ってないんで、思ってないんですね、はい、ということでスタックスさんも、シーマさんもありがとうございます、はい、ありがとうございました。短い時間でしたけど、さあそして、まあ、ここで終わりなんですけども、ティエさんまた何かあれば、はい、ぜひぜひ、はい、またあの呼び出してくれれば、なんかまず一回ちょっととりあえず、はい、飲み行こう、あ行きましょうか、うん、はい、飲み行こう飲み行こう俺もブラザーって呼びますからでどっかのライブの時に、はい、途中で、はい、袖いてもらって出てきて、はい、森田くん来たよって言って、はい、森田くんと今日一緒に帰りたい女の子誰かいるって多分バーってなるからじゃああの子っていうのをやろうライブでやろう。わかりました。俺すそうすワンマンでワンマンですっぱたかで出ますね俺じゃということで以上 TS ラインライブクズとゲスでした。さよなら。ありがとう。言葉か気にしてキラキラ忘れて抜けてゆく叶わねえと勝手に決めつけ諦めとか出せぜ